今日はサムライフラッグさんからね、そこからティッシュさんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。皆さんのピンチですっていうのを聞きたい。なんか大好きな皆さんの言い方です。最近控えてんねん。でもちょっとでもやっと国会一応。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。大好き。見ていただいてたんですか？そうですね。嬉しい。どの動画で見つけたんですか？なんかでも一つのその生理用品を見せる動画作ったじゃないですか。めっちゃ嬉しい。ほんまにそれめっちゃ嬉しい。それが一番最初見た動画なのかわかんないんですけど、まあそれすごくそういうの、多分なんか私もそういうテーマが好きだから。ああ、そうなんや。そういう皆さんがそういうなんかテーマもなんかすごい楽しく説明、馴染みのある感じでね。そうね。見せて。嬉しい。あれを見てますって言ってくれた人初めてかも。初めて。めっちゃ嬉しい。嬉しいね。テシさんは生まれはどこですか？生まれはオーストラリア。オーストリアじゃなくて。オーストラリアじゃなくて、オーストラリア。カングルーの。コアラとかおるとこね。そうそうそう。うちもなんか募金したわ。コアラに。あ、そうなの？なんか前あの火事が起きてみたいなことになってた。あったな、なんか火事で大変オーストラリア。それで育ちはどこですか？育ちはイタリア。育ちはイタリア。もうテント北の方です。ルーツでいうとこの上の方。上の方。ね。舞台は？舞台は世界。世界。でかかった。うちは東京やけど、日本じゃなくて東京やからね。で、今は世界をこう、点々と回りながら、ジャーナリストみたいなことを。そう、みたいなこととか、実は私も最近まではイギリスのロンドンに住んでて、そこからもうちょっと自由に動きたいなって思って、ロンドンでの生活などやめて、今だからそんなになんか、まあ半年ぐらい、もうあちこちに行って、でも、まあ日本を拠点にしたい。で、一応、まあ、旅とか続けたいんですけど、まあ、ちょっと、旅しながらでも日本に戻って、日本に戻ってる。だから、つい先週までどこにいたんでしたっけ？先週は札幌？札幌？かな？え、その前はどこにいたんですか？その前はいろいろですけど、まあ、九州とか、鹿児島。日本以外で。日本以外で。あ、日本以外では、マレーシアに行って。マレーシア。マレーシアか。はい。え、それ、一番直近がマレーシアですか？直近、そう、マレーシアから日本に来た。に来て、で、東京来るから、今回コラボしたいねっていうことで集まったような状態ってことか。そう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 。で、またどっか行くんでしょ、また。また、そう、次、月曜日にもうオーストラリアに。もう来週にはオーストラリアに行くんで。生まれてから初めて行くんですけど。え、そうなの？定期的に帰ってるわけじゃなくて。そう、わけじゃなくて。不思議。不思議やね。ねえ。その合間にお声掛けいただいて本当にありがとうございます。いやいや、もう本当にずっとから。もっといい品のある、頭のいいとこいっぱいあるのにな、なんか。申し訳ない。どういうのも悪いみたいな感じじゃないか。でもサムライフラッグさんのね、YouTube、うん、たまに見るけど、やっぱり結構リアルな外国人の声というか、そういうのが結構見れて面白いなと思うし、やっぱりイタリアに住んでらっしゃるから、いいですよね。サイゼリアとか食べとったらさ、結構伸びるよね。ああ、やめ、やめろよ。サイゼリアで伸びるみたいな。やっぱイタリアの料理ってもう、すごいやん。最近もっとなんかコンビニでピザマンとか売ってるじゃないですか。うんうん、それは、なんか、まあそれについての動画はまた撮ってるんだけど、ちょっと面白いなと思って。だって、食べる、たまにそれ。食べる、食べる。美味しいじゃん。なんか自分も言ってたなって思って。新しいよね。ピザじゃないじゃないけど、でもピザの味はするじゃするし、なんかそれのいろんなコンビニのピザマンをいつか食べ比べたいなって。でもないでしょ、ピザマンはイタリアに。ないでない。ないよね。それもしもピザマンをイタリアに日本の人が持って行って、ピザマンって売ったら売れると思う。それとも叩かれて潰されると思う。だからこんなもんピザじゃねえって言われる。ピザマンって名前と、え、ピザマンってどういうことってなるかもしれないけど、でもピザの味のパンですって言ったら、まあちょっと。でもさ、かもしれないね。ピッツァとピザってなんか違うでしょ、うん、発音がってこと。え、っていうかピザっていうものはイタリアにはないんだよね。アメリカのやつ、あれは。勝手にあのドミノピザとかああいう、うん、あれがピザで、釜で焼いてちょっとこう、ぷくって膨らんだりするやつ、こういうやつ。小さめの、ね、あれがピッツァってイメージがあるよね。でもなんか。違うかな、面白い。なんか初めて聞きました、これ。っていうか、そう、私イタリア語でピッツァっていうものしかなくて、うんうん、だからピザはそもそも日本語、名前、発音が違うことか。でもお店によってはうちはピッツァですみたいなお店がやっぱあるやん。面白い。そう、謎やね。自分日本に初めて来た時、お好み焼き食べに行こうって言われて、お好み焼きって何って言ったら日本のピッツァって言われて、日本のピッツァ。そしたら全然イメージとしてるもん違ったね。そう、ちょっと丸いだけやみたいな。そう、
全然ちゃうやん。全然ちゃうやんっていう風になって。でもドミノみたいなピッツァも売ってるってこと？イタリアで。イタリアはなんかマルゲリータのイメージしかないっていうか、うん、そうそう、イタリアでなんかそういうチェーン店ドミノとかそういうのはあんまりなくて、うん、まあ普通のピッツェリアとか行くと、ピッツェリア、ピッツェリアっていうのピザ屋さん、ピザ屋さんのことピッツェリアっていう、ピッツェリア、今度言おうや、ピッツェリア、ピッツェリア行こう、ピッツェリア行きましょう。もうさ全然分からへんやん、何の話言ったら言われるやん。ピッツェリア行こう、ピッツェリア行こう、ピザ屋さん。さっきちょっとカメラ回す前聞いてたけど、なんか友達と話したい時はエスプレッソ飲みに行こうって言うらしいね。そう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 。そう、これ今度それを使おうって決めてんね、うん、ちょっとエスプレッソタイムしようみたいな。そう、エスプレッソタイムしようって言ったら、うん、まあちょっとお話ししたい。まあそれはいい時もあれば、だからまあ普通に友達となんかおしゃべりしたいなって、何かいいことについて話したいっていう時もあれば、あ、今度エスプレッソを飲む必要がありますって言ったら、今度深刻な話をする必要がありますよっていう。めちゃくちゃ今考えたら日本語がお上手やけども、いやいやいや、いやいやもう、いや、うちの方が上手ちゃう、うんうん、うん、そう、あゆちゃんより上手、うちの方が上手、本当に。日本に来てからどのくらいなんですか？日本には全部トータルで1年ぐらい住んだことがあるんですけど、でも意外と1年とかそんなに長くはないですね。そうそう、そんなに長くなくて。日本語はどうやって学んだんですか？日本語はイギリスの大学で勉強して、実は専攻は日本学科で日本文学とかそういう日本についてのものを学んでて、全然まだまだイギリスにその日本学科みたいなのがあるんや。日本学科みたいなのがあって。何を学ぶの？それはいろいろ学ぶんだけれども、うん、なんか文学、江戸時代とかそういうものを学んだりとか、日本の歴史とか、ザビエルとか学ぶの？フランシスコ・ザビエル、みんな絵描くな。あ、なんかそうだね。あ、髪の毛付け加えたりとかする。そう、ザビエル。そしてなんか太陽が眩しい日に、いや、ザビエルってみんな、そう、子供の時そうするね。それは初めて聞いた。日本文学よ、日本文化、ね、文学じゃない、文化じゃない、文化じゃないけど、まあやってんやね、みんな。じゃあ日本語はそんな大学に行ってから初めて学び始めて、何から学ぶんですか、日本語学ぶって。もう本当に、まあでも最初ひらがなとカタカナを暗記しないといけないんだよね。なんかそれ大学に入る前、その夏休みがあって、カタカナとひらがなを暗記してきてって言われるんですけど、その後にこれは花です、これは本です、そっちから学びます。最初さ、 This is a pen みたいな感じで、ね、そうそうそう、 This is a pen みたいな。最初でもさ、なんかひらがなとカタカナがあるっていうのは最初から知って感じ。そうそうそう、ひらがなカタカナの感じ、漢字もあるみたいな。全然ローマ字は全く使ってなかった。大学に入った瞬間にローマ字は絶対使わないって私の大学に決まりがあって、そこでそうね、まあ、最初から漢字リストとかがあって、なんか昔はひら、うにおみとか、女性はひらがなしか使ったらあかんとかね、うん、男性の字がカタカナやみたいなのがあったりとかして、はい、いろいろ大変やったけども、日本初めて来た時に、なんか最初ひらがなから勉強教えられて、しかもなんか聞いてなかったの、カタカナがあるとか、はい、漢字があるとか。あ、これ覚えた、やったーってなった時に、はい、じゃあカタカナって出された時の私のもう、もういや、カタカナもあるのみたいな、ありえないみたいな。うん、普段使ってた言葉がイタリア語になるんですかね。そうそうそう、普段はイタリア語。でもイギリスで日本語を学ぶっていうことは、さらに英語で日本語を学ぶみたいな、ね、そうそう、英語で日本語を学ぶみたいな感じ。どんな脳みそしてんのってなるよね。確かに。そう、しかも英語と日本語ってなんか逆やん、文法がいろいろ。日本語の文章を他の言語に訳すときは、文章の最後から意味を訳していきますみたいな。オーストラリアは何語を使う？英語やろ、それ。英語だけど、生まれてもうすぐイタリアに行ったから、うんうん、初めて行く感じ、全く記憶なくて。国籍はどこになるの？イタリア。すぐに行ったから、そっかそっか。だからちょっと自分らと似てるとこあるな。自分ら生まれて、すぐではないけど、ちょっとしてから国変わったからさ。そうそう、生まれと育った場所が違うみたいな点ではちょっと共通点ですね。そうなんですね。そして日本語を学ぶのにどのくらいかかったんですか、期間。少しだけ喋れるようになるためには、まあ1年ぐらいですかね。勉強し始めた時は全く日本に来たことはなかったから、毎日勉強してるのに日本はどんな国なのか全くわからないのに、毎日10時間かけて勉強してるのがちょっとまあ自分でも不思議だなと思ってたんですけど、なんかもし日本に行ったら学歴するかしないかわからないし、でもとりあえず勉強してる、勉強してる、ね、でも勉強してて、春休みだから勉強して半年後に初めて日本に行ったら、全くわからなかった
ったんですけど、まあ、ちょっとだけ例えばまあ自己紹介とか迷いになった時に道を聞くとか、うん、でその時にみんな逃げていくやろ、みんな逃げていくやろ、うち今でも逃げられるもん。逃げはせんけど目は合わさへんようにするとかで、自分もやんねん、それ今でも逃げられるんですけど、英語分からへんわと思って。そうそうそう、たまにさん、そう道やね。でもあんた追っかけられるでしょ、絶対英語喋れそうやから。逆に外国の人にそう、あ、そう、そうなんですか。そうそうそう、だからゴーゴーゴーみたいな感じで確かにゴーは分かるやん、指で見せてる。英語できますか。あの、そうす、英語できるの、ゼロ。アレちゃんはちょっとできる。聞くのはできるけど、はい、いろんな国の言葉を覚えたりとかして、ポルトガル語だったりとか。ポルトガル語。そう、だからちょっとなんかイタリア語もたまになんか似てるのあるなとかって思ったり。でもちょっとさ、その日本人のうなずき文化みたいな、こう話聞くときに、うん、うんうんって言うのがあるから、英語で喋ってるのを聞いたら何言ってるか全く分からへんけど、あ、そうするの、うんってやっちゃうから、向こうはもう分かってると思って、そう。全然わかんなかったですって最後に言うから、そう、申し訳ないのよね、そこは。で、それは面白いと思うんだよね、なんかさっきの。相づちか、相づち文化。逆に大変じゃないですか、なんか、そのずっと、はい、はいっていうのをもう。だからなんかもう、癖っていうか、もう育っちゃったから、逆に。おかしいじゃなくて、それしないと、それしないと逆に欲しい。聞いてないと思われたら嫌やし、でも、ムカつく人の時は、話聞いてねえじゃん。逆にちょっと話しづらい空気感作ってあげるって、うなずくタイミングによっては相手に話をしにくくさせることもできるからね、しやすくさせることもできるけども、ね、話してる途中でうんってやられたら聞いてないでしょ、これ、うん、ってなっちゃうよね。そう、なんでそもそも日本語というか日本文化を学ぼうみたいな、何がきっかけですか？日本選んだのか、きっかけはいっぱいあったんだけど、とりあえず旅行が好きで、いろんなところに行くのも好きで、高校の時まではいろんな、まあ、他のそれこそスペイン語とかそういうちょっとなんかまあヨーロッパの言語どちらかというと学んでて、全く違う言語を学べたらかっこいいかなって思って、漢字かとかな、ひらがなで書かれている言語とか、それがいいかなと思ったんだけど、でも高校の時に実は1年ぐらいイギリスに留学に行ったんですよ、その時に初めて日本人の方に会う、まあ、友達ができたんだ。友達ができて、その子たちが広島の高校からなぜかうちの学校に遊びに来てたのね。それで交流会、そういう交流会みたいなのが、そうそう、交流会があって、で最後にその子たちがみんなになんかお土産、まあ、センスとか配ってたね。なんか学校の廊下で、しかもそんなに話してなかった子に急にお土産どうぞって言われて、え、なんだこれと思って、なんか友達じゃないのに、そんなに配ってくれたみたいな、配ってくれたみたいな、と思って優しいなと思ってそれまあ、それがちょっと印象に残ってきた。不思議だな、みたいな。じゃあ、広島の高校の方、ありがとうございましたよね。ありがとうございます。それによって、日本に興味持ってくれて、日本来てくれて、税金落としていってくれるから。ちょっとやめ。もう、ペイしてんで、もう、ちゃんと。そう、でもさ、ちゃんと再会したらちょっと面白いんじゃない、そのこと。あ、それも私、また日本の伝統文化にも興味。でも、アニメじゃないんだね。なんかアニメじゃなかった。初めて、アニメじゃないの。みんな、特に、イタリアの友達は、アニメからって言ってる子が多かったから、ね。私はそれ、またそうじゃなかったし、まあ、例えばうちの兄だったらすごいアニメ全部大好きだから見てたんだけど、自分も多分なんかもうどうしてもまあ思い出したら、まあ、もちろんなんか子供の頃ね、どうしてもテレビで流れているドラえもんとかそういうの見るんだけど、もうそれはそれって日本のものだという意識は全くなかったんだよ。あ、そっかそっか。ロシアでも確か流れてたと思う。ポケモンは流行っとったな。ポケモン、ドラゴンボールとかそういう感じで、でも全然普通にな、まあアニメだねみたいな、だねみたいな。でも日本のその伝統文化にも興味があったって言ったけど、特に何なんですか、伝統文化っていっぱいあるじゃないですか。そう、伝統文化ってなんか俳句とか、まあそういう五七五七七とか記号入れて、その中の記号と、あの切れ字、切れ字、何字か知らんわそれがなんか日本語のにしかないものだなって思って、だから日本語を勉強したら新しい美しさもちょっと発見できるんじゃないかなっていうのもあったかな。面白いね。日本に来てなんかちょっと聞きたいんじゃない、ね、そういう日本のなんかびっくりしたこととか、ね、イメージとかね、いっぱい持ってた。結局言語をね学んでたけど、イギリスでずっと何時間もかけてねやっとったけど、見たことなかったわけじゃないですか。で、初めて日本に行ってがっかりした、しなかった、どっちでした？一番最初に来た時は想像以上に良かった。おー、そう、なんかだからやっぱり行ったことなかったから、あまりにもいろんなことを想像して逆にがっかりしちゃうんじゃないかなって、うん、思って迷って行ったらすごいいい感じで印象やった。一番最初何が？多分日本に一番最初に来た時とその後に何回も来てるから、一番最初日本が一番
わかる。なんかその後にやっぱりその日本人の方にも5回目来ている6回目来ている外国人をびっくりさせたいことがちょっとなくなる。おもてなし文化みたいなのがあるから、うん、そのザ外国の人やったらちょっとおもてなしを必要以上にしてくれたりとかするっていうのが、ね、というのはちょっとあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、だからその時に京都に行ったんです。最初は私関西、うん、東京は後に行ったんですけど、みんな言うなそれ。そ結構言うね、うん、なんか関西のが好きやから関西のが合うっていう人が結構、ていうか私は最初になんか多分飛行機の事情で、まあ、最初に関西についてた、あの大阪とかに行って世界でなんか4番目に大きいかなんかであれなんか知らんけど、まあ、この間ちょっとなんか最初京都に行ってて、うん、嵐山の方で、まあ、普通にじゃあ観光しようって思った時にみんな抹茶ソフトクリームを、うんうん、食べてるじゃないですか、うんうん、それじゃあ自分もじゃあ抹茶ソフトクリームいいなって思って、あの抹茶も好きやから食べてて、そしたらベンチみたいなところがあっていろんな人たちが座ってて、自分もじゃあおばあちゃんとおじいさん の隣に座ります。誰が会話始めたかは覚えてないんだけど、多分自分がせっかく日本にいるからあのとりあえず人々に始めましてっていう形で、一人で行ったの。そう、一人で行って、そうね。そう、逆に一人やからこそ向こうも話しても安心っていうのもあるかもね。行ける海外一人で、で隣で知らんやつにこんにちはいやでもその時は本当に日本語そんなにできなかったからこそ噛めないっていうか、どんなこと言っても恥ずかしくない。マナーとかもまだ知らんしね。そう知らんから、今だったら絶対恥ずかしいんだけど、さすがになんか始めまして、わかる。うちも学校とかでめっちゃ手挙げて、はい先生、日本語全然喋れないのにこれあのこれ足してみたいなやったけど、足してってどういうこと。ちょっと足し算とかを、足し算の話やったんや。なんかすごい頑張って説明してたけど、今やったらもうちょっと、そう今もう恥ずかしい。でも当時は何でも恥ずかしくないと思って、それで初めましてとかって言って、初めましてって便利な言葉じゃないですか。なんか多分僕がナイスビーチって言ってもえなんか何が欲しいですか、確かにナイスビーチなんかでしょみたいな。確かに。でも初めましてって言って、でそれでそのばあちゃんとちょっと彼女の話を聞いて、そしたらその旦那さんとかもいたんだけれども、旦那さんがメールことがあるからどうぞ楽しい二人でちょっと遊んでって言って旦那が行っちゃったのね。疲れとったんじゃん奥さんにラッキーと思ってラッキーと思ってるちょっとお金渡すからちょっとパチッとみたいなみたいな、こっちパチンコ行くからみたいなみたいな私山でパチンコ行くからでも行っちゃったんだよその人がえっと思って何が来てるんだろうなと思って、それでまあ、あ、OK と思って、でそしたらその彼女と二人きりで散歩することになって、うん、嵐山を、そしたら着物とかそういう方のお店があるじゃないですか、入って見てたら二人で、それで浴衣を着させてもらったんだけど、その店の方がちょっとどんな感じなのか見てみて、でそしたらそのおばあちゃんが私が知らずに買ってくれたのね、その浴衣を、高いで結構何そう、でも8000円9000円ぐらいしたのかな。でも他人にそんなあれも1000円以上は払えへんわあんたがその人に、うん、なんであんたの話、なんかね、あったすごいすごいね、それ嬉しいね。それえでもびっくりすぎて、えどういうことって思って、まあ、じゃあこのまま店を出ましょうって言われて、じゃあ行きましょうって、そしてそこから、まあ、浴衣着たまま二人で歩き続けて、でもやめその人とはなんかメールとか交換してやり取りしたんです。そう今はそう、前はなんかまずになんか大学に帰ったらその連絡を先取ったから手紙を何回も文通してた。今はもう全然わからないんだけど、やっぱそれがあったからこそファーストインプレッションすごい良かったんよね。そうファーストインプレッションが、逆にイメージとここは違ったみたいなとこはあった。イメージと違ったところ、僕はね完全にあのジャッキーちゃんの世界だと思ってた。日本は全然知らなかったから、カフを習いに来るんだと思って日本に来てショック受けた。それカフ習えないんだみたいな、侍おらへんやんみたいなね全然違うみたいな。そうちゃんと勉強してはおったから、さすがにそんなもうアホとちゃうん、ちょっとうつのことアホ言うな今なんかやっぱりいろいろ慣れてきちゃったから当たり前になっちゃう。そう当たり前になっちゃうと思うんだけど、うん、なんかお店に入る時って物を買わせるプレッシャーはあんまりされない。海外と比べるとイタリアの例えば靴のお店に入ると、なぜか特に靴なんだけど、まあ服の店もそうなんですけど、靴のお店に入った時にまあいろいろなんか履いてみるじゃないですか、なんかこれがいいかなとか、まあ、ちょっとサイズ見たいし、でいろいろ履いてからはそれを買いたくないなって思ったら、まずそれを買いたくないっていうのを伝えるのがすごく難しい。プラスお店も出たいというのもめちゃくちゃ難しい。なんかいろんな言い訳を作らないといけない。お店の方がプレッシャー与えてくる、プレッシャー与えてくるし、そう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 そ
気まずいね。履いてみるときに、でもやっぱり買いたくないなって思い始めたら、これはどうしようってすごい思わないといけなくて、言い訳するんや。 そう言い訳する。ああちょっとすいません、なんかちょっと他の、ま、ところも見てからちょっと決めたいな、もう一回戻ってきます、戻ってきますっていう言い方して、それですごいがっかりされるのね。なんか例えば、あはいありがとうございますとかじゃなくて、急に怒るんだ、変わる、あ強調が急になんかわかりましたみたいな感じなんや。わかりました、お待ちしておりますとか、まあ、日本では確かにそう言われてみたら、あこれいいですねとかっていろいろやって、うん、あでもいくらですか、ちょっと高いな、いいですって言っても大丈夫よね。またいつでもお越しくださいみたいな、ね、それがなんか怒る表情もしないし、それがもうすごくありがたいっていうか、それが最初はショックだったっていうか、あのまあ最初お店に入るときに、いらっしゃいませって言っても自分が挨拶しないよね。最初はいらっしゃいませって言われるから、あおはようございますとかって言いたいんだけど、なんかイタリアの店に入るときにボンジョルノとかボアナセーラとか言うから、うそのお店の店員さんとお話しするわけじゃないんだけど、ボナセーロっていうの、ボンジョルノはおはよう、まあこんにちはとか、ボアナセーラはまあ夜だったらボナセーラ、ボナセーラ言うよね。だから、まあ、いらっしゃいませで自分が何も言わなくてもいいっていうのがすごいなと思った。チップってイタリアにもある？あーそうね、チップ日本にはないんじゃない？ないよね。そうヨーロッパも国によって、例えばドイツは義務ぐらいなんか必ずあげないとあかんな国もあるんだけど、うん、イタリアではサービスが良かった時だけ、うんうん、義務じゃないけど、うん、まああげたいと思った時にあげる、美容室とかに行ってもチップをあげるんだけど、イタリアで、まあ、サービスが良かったらあげるし、うん、ウェイターさんたちのお給料がすごい少ないところがあるから、うん、ローマとか私の一人の友達が1時間あの3ユーロももらってないぐらい、なんか400円時給が、それで稼ぐしかないね。サービスよくしてチップで稼いで、それでっていう、そもそも仕組みがそうなってたんや。そういうのを知ってる、イタリア人としても知ってるから、そういう人たちも助けてあげたいっていうか、チップがお給料の一部になってるから、そしたらチップじゃなくてお釣りいらんわっていうのはあるよね。多分でもお釣りないよみたいなも言われるよね、何百円とかのお釣りとか、はい、1000円とか2000円のお釣りだったらそれ言われることある。でも日本は結局それが入ってるんよね、サービス料として最初から入ってるけど、 にしても安いねんけどな。だから最初からサービスをみんなによくしなさいよみたいな、やっぱお店側からもすごい言われるから、みんなこうやっぱすぐ笑顔を作って、ね、それが込みでのっていう感じなんだ。でもやっぱ内心ではね、あの客とか思ってたりとか、中で終わった後でなんかマジで売れんかったわとか、そういうのは多分思ってると思う。逆にそれがさ分かってたら、あの人笑顔やけどこれ残念に思ってんなみたいな感じでのが分かるやん。でも最初それに騙されてほんまは嫌な思いしてたのにずっと笑顔やったから、なんかそれに気づけなくて、なんか逆に馴染みづらかったっていう外国の人もたまにいるよね、日本の話を聞くと。反応の仕方が一番最初、まあ、日本に来た時に面白かった、まあ、今もそうなんだけど、でそれは例えばじゃあ最初日本に来た時にコンビニかどこかで、うん、ありがとうございますとかっていう、ありがとうございますってしか言ってないから、日本語は上手なのか上手じゃないかわからないじゃないですか、うん、でもそれも日本語上手ですねとか、なんか、まあ、言われるからちょっと大げさなのね。それはびっくり、言語を頑張って学んでるからある程度頑張ってるねみたいな、そうただ応援してもらってるから全然それはそれでいいと思うんだよ、うん、だって海外とかで前ドイツ語とかもそういうのを勉強してたんだけど、で英語勉強してる時も誰にもあお上手ですねって言ってくれた回も言ってくれたことないから、逆に日本語お上手ですねって言われてる間はまだ日本語の成長の余地があるんよね。実は上手じゃないということでもあんねん。完璧な日本語喋ってたらもう言わなくなってくるよね。うん、そう、それは自分はあんまり実は言われへん、うん、そう、日本語上手ですね。逆に言われたらおかしいでしょ。言われたらもう、そりゃそうやけど、みたいな。日本語しか喋られへんねんけどって。そう。まさに私の大学の一人の日本語の先生はそう言ってた。なんか、そう。まさにこれなんか、日本語上手ですねっていうのは、言われなくなってきた時に、あなたが本当に上手って、あの先生が言ってて。先生が本当に思うんだよね。だって、普通に喋ってたらなんか嘘ついて言わないじゃん。なんかね。言わない言わない言わない。そう。だから私も今、言われるのがあんまり好きじゃないかな、今は。なんか、まあまあ、ああ、じゃあもっと頑張れ。ちょっと嬉しいなって。今はじゃあ逆に言われたら、まだやか。まだかよ。これやろ。だから俺最初に言うてもってごめんね、この動画の始めるとき怒らせないでよ、ね、あのほんまに 100% の日本人の感じとはもしかしたらちょっと違うかもしれへんけど、でもこんだけ早口言葉で、早口なんですよ、うん、すごく、うん、こんなに早口でバリ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 ってそうっていう話せるのはもうそんなもう普通やったらとか、それはもう全然自信持って
てください。そんな言っていただく。よかったですけど。喜んでいただいたようでよかった。その他もね、まだまだちょっとね、いろいろお話をね、していきたいと思うねんけど、この続きは、サムライフラッグさんの方で、ぜひお話ししてもいいですか、うん、ぜひ。じゃあ、サムライフラッグさんの動画に伺ってもいいですか、いいと思う。じゃあ、続きの動画は概要欄の方に貼っとくので、ぜひリンクの方から見てみてください。お願いします。お願いいたします。